鶴田もすごい。これが三沢の表情だ。24時間前の高崎大会、鶴田軍を破って絶好調で乗り組んでまいりました。この鶴田の、ね、はい、強さはね、こうやって自分が攻められても相手の技をね止めるものがあるんですよね。あ、ジャンボキックもありますね。馬場さんですと16問がありました。あ、なるほど。あ、また今度はその痛めたボディにエルボーを持っていきました。この鶴田、序盤戦は田植えの負傷なので鶴田君の連敗がこのシリーズ続きましたが、終盤田植えが、この田植えが回復し、鶴田も凄まじいペースで調子を上げてまいりました。田植えとの連携、ボディへパンチ。新潟大会先週放送、40度を干すこのリング上でハンセン組を破りました。こちらも絶好調。さあエルボーが飛んでいきました。田植え明、田植えと三沢、全シリーズのこの両チームの戦いは田植えが三沢のフェイスロックに敗れております。そういう思いも田植えあるでしょう。この田植えの張り手、あるいは場外トップのような執念に期待したいという鶴田ですが、三沢のエルボーを決まりました。さあ小橋、素直に嬉しい。これまでやってきたことは間違いでなかった。いつも通り自分のプロレスをするだけという小橋、ドロップキックいきました。挑戦できてよかった、そのレベルで終わらせたくないんですと話す小橋健太。キック持っていきました。大舞台は初めて、武道館のメイン初めて。田植えが脳天チョップ、小橋を食いしばる。小橋水平チョップいく。この二人すごい。そして鶴田に加勢です。鶴田が入ります。ジャンボキックが入ります。ジャンボ鶴田、やろうぜ田植え王の10連発。早くも王が入っております。小橋を抱き起こそうとしているジャンボ鶴田。三沢は言っています、この鶴田はライバルというより俺が強くなるために必要な人。武内さんにとってそういう人いました？そうですね、やっぱり僕ら山本浩二さんがね、一つの目標がありましたんで、やっぱり山本浩二さんかもしれませんね。そうですか、馬場さんの場合はこの若い頃そういう自分が強くなるために必要な人誰かいました？いや、それはもう